インパクト時点でのこのフリップとか、左の肘が抜けていってしまうということはですね、実は遥か手前の切り返しのところ、またはその前のテイクバックの重心管理のあたりで決まっていくということになります。はい、タスゴルフ、いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けいたします。ワンウェイゴルフクラブさんの方で撮影させていただきます。ありがとうございます。タスさん、はい、コメントが来てまして、はい、それにお答えいただけたらと思うんですけど、ご質問ですね。はい、はい、ありがとうございます。フォロースルーで引くという感覚はどう身につければいいですか、とのことなんですけども。ああ、なるほど。フォロースルーで引くってですね。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、ご質問はですね、フォロースルーで引くということが感覚的につかまえないということなんですけれども、これほとんどですね、ゴルフをやってる方はフォロースルーは ほぼ全員引けてます。というのはですね、ゴルフクラブのエネルギーがですね、ボーダーエネルギーが飛球線の方に向かうからですね、それに対してプレイヤーはそれに耐えてる形でということはですね、このグリップエンド引っ張ってますね。ということで、これは自然な一つのスイングの結果、そのようにできているということなんですけども、その時にですね、要するに引くっていうのは皆さんできてるんですけども、そのインパクトからフォローにかけてですね、引く感覚が出ないっていう、このフォロースルーにかけて引くというご質問はですね、フォロースルーしてしまえばですね、ほとんどの方が引っ張られてるから、結局、そのバランスをとってですね、こうフィニッシュに迎えられるので、そこの部分というよりはですね、おそらく、このインパクトのあたりからフォローにかけて引くという感覚は出ないということだと僕は思います。そうなってくると、すごく理解できるんですね。ということは、このインパクトの時点でですね、クラブが膨大なエネルギーを持って、重心管理をされて、リリースされればですね、ほぼクラブ自身が重心管理をして、このままクラブっていうのはですね、自然な形でリリースされて、フォローに向かっていくということになるんですけども、その状況の中で引っ張れてる感覚がないという方はですね、インパクト周辺はですね、このプレイヤーが能動的にできることってほとんどありませんから、ここでですね、その引っ張るということを能動的にやるということはしないですね。なので、引っ張る感覚すらですね、ほとんど持たずに打たれてる人がほとんどだと思います。そういう中で、このインパクトからフォローにかけて引っ張る感覚が出ないというのは、おそらくクラブが前に出ていっていない方ですね。で、スイングのフォルムとしてはおそらく、この左の肘がこのように抜けていってしまうということ。そうすると、このように抜けていってしまうということですね。クラブがリリースされないということですね。クラブが重心管理を伴ってリリースされば、このように左の肘はですね、畳まれていくということになります。クラブヘッドが先に出ていくことによって、左肘が畳まれてフィニッシュを迎えるということになりますね。実際はこの遥か前のエネルギー関係で決まっているということです。ここでですね、一つ理解していただきたいのは、まず、大切なことはですね、このダウンに入るときにですね、その右サイドのですね、大きく少しでもボールに向かってしまうと結果そうなってしまうということです。これはですね、いわゆるこの、よく言いますけれども、このテイクバックをしてダウンに入るときに真っ先に腕を落としてください。これ特に初心者の方はですね、真下で構いませんということを強調しているのはそういう部分なんですね。ここで少しでも特に右の肩とかこの腰あたりがボールに向かうようなアクションを起こすと、その時にこのゴルフクラブがほぼフリーになった段階で、いわゆるどんなエネルギーを与えてもクラブがですね、反応していってしまう状況の中で、右サイドですね、大きくボール側に動いていってしまうと、プレイヤーはそうするつもりはなくても、このグリップにはベータフォースですね、押しのエネルギーが入ってしまいます。そうするとクラブは徹底的に遅れてくると。いうような結果になってしまいます。これ何度も説明していますけど、この切り返しのところのダウンに入った当初のですね、上流の流れ、大きな流れというのはめちゃめちゃ大切です。この上流の流れがすべて中流下流にかけての大きな流れになると。これを引っ張るエネルギーにしてください。そのガンマフォース主体の引っ張るエネルギーにすればですね、その間に多少のマッチアップとか合わせの動作が入ったとしても、ほぼほぼそのエネルギーも一緒にですね、合力として、
ヘッドに伝わってボールを打ち抜いていくことができるんですね。なのでそのように上流をコントロールできている人は途中でですね、何かが起こったとしてもそのまま引っ張り続けてさえ行けばゴルフクラブというのはですね、ボールをほぼきちんと打ってってもらいます。もちろん正確性は少し毀損するかもしれませんけども、ボールのフライトはですね、まあ点数で言えばおそらく50点か70点ぐらいのですね、ボールのフライトを作ることはできると思います。ところが、これがクラブが上流の状況の中で、少しでもこのような、またはこのようなですね、グリップを引っ張るエネルギーを主体にできなくて、少しでもシャフトを押すエネルギーで入ってしまったらですね、これはそのような流れを作れなくなるので、あとはそのダウンにかけて大きな負荷の下でヘッドをですね、ボールに強引に当てていくというですね、奇跡を起こさなきゃいけないということになりますね。なので、このダウンのところは大切ですね。その時にですね、まあ一言で言えばですね、体の右サイドをですね、大きく動かさないでダウンに入ってくださいということですね。なので、それをですね、いろんな表現の形でお伝えしてますけれども、腕の動きで言えば、そのまま、このようにリリース。その時に少しグリップエンドを引っ張る感覚で、リリースされて、ボールはないですけれども、ここにクラブを落としていく感じでリリースしていけば、偏重心特性が生きてですね、そして、この P6 あたりから、自然に体も旋回して、打てていくと。ボールをですね、ヘッドが包んでいくという結果になるということですね。なので、ダウンスイング、特にこの切り返しから後の P5 あたりで全ては実は決まっていて、その後はほぼこのインパクト時点でプレイヤーがすることはほとんどないということになります。そのようにリリースしてくるとですね、実際はクラブの偏重心特性でもってヘッドがですね、前に出てきますから、その時点でクラブヘッドが前に出てくるので、こちらの左の肘はですね、こう畳まれて、で、どちらかというと、感じ方によっては強烈に、グリップエンドを引っ張っていくという感覚が出るという結果になります。ところが、ここで右サイドが大きくボール側に動いていってしまった時にはですね、どうしてもクラブが遅れてくるので、それを戻しつつも、このようになります。要するに、こちらにかけたベータホストエネルギーがかかり続けて、クラブが遅れてきて、そしてこれはハンドルドラッキングと言いますけども、このグリップが前に出てリリースできなくなると。それをですね、このアルファトルクというトルクでですね、頑張って合わせていくような感じになるということですね。なのでインパクト時点でのこのフリップとか、左の肘が抜けていってしまうということはですね、実は遥か手前の切り返しのところ、またはその前のテイクバックの重心管理のあたりで決まっていくということになります。なので、これをですね、全体的に総合するとですね、実際はこのダウンに入るときはですね、胸がまだ右を向いているうちに腕を落とす感じになります。ただそうしてしまうとですね、実際は右サイドでゴルフをするっていう状況なので、このように右サイドに体が残ってしまうケースがあります。これリスクですね。ただそのような状況にならないように、この腕は下ろすんだけれども、そのまま体全体としては左の軸を取りに行く。特に下半身ですね。そして、この状況では、この左の軸の ところの上で胸郭が回れるような、これはですね、ちょっと練習で、掴んでいっていただく必要があると思いますけど、そのようなポジショニングをですね、取っていただくと。これはですね、実際は、じゃあ、はい、はい、はいっていうようなですね、体の内部の骨格とか筋肉の動きではなくて、床とのプレイヤーとの関係性で決まります。なので、この床をですね、どのように使っていいか、これもですね、皆さんの体に応じていろんな形があるので、正解値はないんですけども、大概ですね、あまりに右に体重を乗せるとか、そういうことではなくて、どちらかというと左サイド、このラインですね。このラインに対して負荷をかけながら、クラブを、エネルギーを真後ろに出していくということによって、結果的にですね、この右の股関節に乗る形になるんですけど、これは本当に一瞬です。なので、ここでしっかりグッと乗せるわけではなくて、ここの床のサイドから
この縦に出る、この床からの反力を意識しながら、右に対してエネルギーを出す。そしてこの右サイドのこの右側の足はですね、強烈にいろいろな方向にですね、過剰に反力を受けるような状況なくですね、静かに右サイドを下に出力するだけで、おそらくこの右サイドのですね、この床との反力関係っていうのはですね、理想値に近い形になるような、気がします。なのでこれ人によって全く違うので、どれが正解値ということは言い難いんですけども、どちらかというとおそらくアマチュアプレイヤーの方はですね、ちょっと慣れない形の、まあ、体のバランスの取り方ですね。すなわち、右に体重を乗せなさいという時代が長く続きましたけれども、どちらかというと左側を頑張ってですね、右側を静かに、しかも右サイドがあまり出てくることなく腕を静かに下ろせるというような状況を作っていただいて、そのような状況の中で先に腕が振られると。その時に左サイドで体を旋回することができるというところをですね、探していただきたいということになりますね。なので人によってですね、この、例えば重心を外します。そして、押し動作入りますという中で、ハンドルドラッキングをこうやってしていく中で、どうしてもこういうエネルギーにつられて、こうやって右サイドの膝が出てくる方が非常に多いですね。でそれはこれは一つのマッチアップの形態なので、そうしないとボールがさばけないという状況であることは確かなんですけども、一度ですね、この右があまり前に出てこないような状況の中で、そしてスッとクラブを下ろされると。いう時にですね、右サイドの足はですね、このようにめくれることなく、どちらかというとベタ足をキープしたような状況でフォローまで行っていただくようなですね、打ち方をしていただくとですね、ちょっとつかめるかもしれません。その時にあまり右サイドに残ることなく、クラブがこういったらそのまま左サイドに乗ってっていただければいいです。右がボールに突っ込むとこのような反応で膝が出てくる。で、そうするとかかとも上がってくるということになります。これはもちろんヒールアップは悪いことではありませんが、ただ、足の動きとしては、クラブエネルギーに対して、どちらかというと、この右肘、膝はですね、この前に出ていかずに畳まれていく、という結果をですね、目指していただく方がいいと思います。これはエネルギーの結果の、状況ですね。そういうふうに目指していただいて、少し、ベタ足を意識されて、腕を下ろすということですね。通常であればこのように自然に打たれると思いますけれども、それを少し右足をベタ足の状況のままで真下に下ろしていく感じですね。このような感じですね、打っていただくと おそらくいいと思いますね。そうするとですね、クラブヘッドが前に行って、そしてその間に自分がバランスをとっていて、クラブヘッドのエネルギーでもって自分が整体していく。基本的には J-COV3 のプロジェクトでも検証されてるんですけれども、ゴルフクラブのヘッドに対して与えられるエネルギーは、人間のコアのインターナルエネルギーが大半だって、そのインターナルエネルギーの大半が上体のエネルギーなんですね。ということは、例えば仮にですね、このように頭から A の形が作り上げられるとしたら、この A の形の範囲内でインターナルエネルギーは作られていくということになります。この A の形よりも少しでもこのようにずれてってしまうということはですね、エネルギーロスに近い形になるというふうに理解していたと思います。そしてこの A の形を維持してインターナルエネルギーを発生させ、それをグリップからクラブヘッドにどれだけ伝えていくかということが効率性に直結するんですけれども、その結果か、クラブが前に出て、そしてプレイヤーがバランスをとって最終的には I の形にフィニッシュするというところを目指していただければと思います。すなわちこの A の形の中のインターナルエネルギーを効率的にクラブに伝えて、最終的には I の形でフィニッシュしていただくと。この I の形でフィニッシュしていただくときにバランスが取れてて、すべてクラブエネルギーが使われ切って、そしてリラックスして終われるというような状況をですね、目指していただくのがいいと思います。
チャンネル登録お願いします。はい、今日はですね、フォローのところで引っ張る感じが出ないというところから、まあアイアンのですね、エネルギーの作り方についてお話ししましたけども、結局のところはフォローで引っ張る感覚が出ないとか、この肘が抜けていくとか、そのあたりの話というのはやはりだいぶ前のエネルギーで決まってきています。その間にどのようにプレイヤーがですねバランスをとっているか、または正しいクラブエネルギーを作り上げるためにプレイヤーがやはり制御しなきゃいけない部分も実はあるというあたりですね。ゴルフクラブをですね、主体にして、プレイヤーは常にそれ従属者としてですねクラブを扱っていただかなきゃいけないとい う冷徹な現実がここにあるということになります。今日もですねタスゴルフご覧いただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方でですね応援していただければと思います。ご質問もですねコメント欄の方に入れていただきましたらできるだけお答えするようにしますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで次回お会いできたと思います。ありがとうございます。タスさん、はいはい、タスさんが一番ゴルフやってる中で気持ちいいと感じる瞬間ってあったりするんですかね。そうですね、やっぱり結局僕はちょっと研究者に近いんで、はい、なので自分のデータとかちょっと見てるじゃないですか、はい、だから自分がその自分の身体のそのまあ、不完全な状況の中で、はい、グリップエネルギーにどういうエネルギーを与えたら理想的な形になるんじゃないかなっていつも考えてて、はい、でそれがズバリハマった時ですよね。だからやっぱりねこの前ニューヨークに行った時に、はい、マイケルからいろいろとサジェッションを受けたことっていうのはすごくやっぱり良かったですよね。まあだからその僕はその自分のエネルギー値とか計測できるんで、はい、でやっぱり自分の打ったショットをね、あとで検証したときに、はい、やっぱり自分の目指した感じと、そのエネルギー値が一致してる、はい、ような状況の中で、ショットも良いと、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。なので、実はね、その場でも大体確信があるんだけど、はい、いやー、これいいみたいな。自分の、思った通りグリップエネルギーになって、クラブも思ったように反応したみたいな。それと結果もめちゃめちゃいいみたいな。なんだけど、はい、一番自分が気持ちいいのは、その後のそのデータを見たとき。やっぱりデータが。そうそうそう。そうなんですよ、もう本当。ちょっとこの辺がね、ちょっと研究者の気持ち悪いところだと思います。非常に楽しいと思います。自分まだホール回ってないんで。ちょっと回ってないんだよね、まだね。なので、自分も気持ちよくホール回りたいと思うんですよね。うん。まあね、基本的にね、やっぱりその、スコアを、やっぱりどうしても気にするんですよ。はい。なので、クラブエネルギーちゃんと覚えていただけて、はい、もうスコアをブーストするってこと。もうそれこそスコアブーストですよ。サフリンの名前ね、はい。スコアブーストって、そういう名前になったのは、もう実は僕はつけたわけじゃないんですけど、はい、この、成分の中にね、そのファシアシジリセリンっていう成分があって、はい、これね、サドク論文で、これね、ゴルフのショットのパフォーマンスね、特にアイアンのパフォーマンスを統計学的優位水準で高めることができるということを、はい、実は実証されてる、すごく珍しい成分なんですよ。はい、体に悪いものではないし、はい、基本脳機能の改善なんかにも、寄与する成分なのね。はいはい。なので、それをちょっと入れてみたんですけど、はい、実はね、これね、めちゃめちゃなんか調子いい気がするんですよ。なんだけど、まあこれはわかりません。はい、人によると思いますけど、ただこれもですね、まあその僕の場合毎日乗ってるけど、で実は結構、スッキリした感じですね。なので。そしたら自分を初めて回るときは必ず、ああ、そう。それで、ちゃんとブーストしてもらわないといけないですね。じゃないと、風評被害。まあ、でも本当に、大橋くんはですね、はい、まあ、これから、多分その段階で、クラブエネルギーからスイングを作っていけば、はい、かなりいい感じになると思いますんで、あ、ぜひ、はい、ついてきていただきまして、頑張ってもらえればと思います。はい、頑張ります。タスクゴルフでは、ゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。